テオドーアブッセは、ドイツの軍人。最終階級は、ドイツ国防軍不評大将。フランクフルトアンデアオーダーに生まれる。第一次世界大戦中の1915年に、士官候補生となり、将尉として、敗戦を迎えた。戦後も軍に残るが、特に目立った出世もなく、1933年に、国家社会主義ドイツ労働者党が権力を掌握した、当時も、 まだ注意だった。1939年の第二次世界大戦開戦時は参謀本部付中佐だった。1940年10月、エイリヒ・フォン・マンシュタイン将軍率いる第11軍の作戦部長に就任。1943年にはやはりマンシュタインの南方軍集団で参謀長となり少々に昇進した。1944年番下に 1> 第121不評師団長、1ヶ月後に第1軍団長に任命される。1945年1月、第9軍司令官に任命され、オーデルナイス戦線及びベルリン防衛を指揮する。1945年4月24日、ハルベで彼の軍20万はソビエト赤軍に包囲され投降を求められるが、ブッセは最後の装甲部隊を先方に、 西方への脱出を命令し、4月29日早朝に、ベイリッツで、バルター・ベンク将軍率いる、第12軍に合流した。この脱出作戦で4万のドイツ兵、2万のソ連兵が戦死し、ドイツ兵10万が捕虜となった。敗戦後の1945年7月、アメリカ軍により逮捕される。1947年まで、ランツベルク刑務所に収容された。 戦後は民間防衛に関する職業につき、戦士に関する書物を数多く発表した。1966年にドイツ連邦共和国功労勲賞第十字賞を受賞。バイエルンシューバラーシュタインで死去。ありがとうございます。